おはようございます。おはようございます。はい、たいさん、おはようございます。ともさん、アレリア、おはようございます。おはようございます。ルルさん、おはようございます。今日はですね、雨なんですね。今ですね、小雨ですけど雨が降っていますね。今日は曇ってます。でもちょっと、明るいところもあります。今日は涼しいですね。今日は涼しいです。アンリビさん、キツネさん、マリちゃん、おはようございます。雨大丈夫ですか？はい、モークさん、おはようございます。こういうですね、ちょっとこう雨宿り、これはヒマラヤ杉でしょうかね。ヒマラヤ杉の、まあ、雨宿りをしています。さくらさん、それから、ぼっちさん、おはようございます。おはようございます。はんなさん、おはようございます。ハレリア、皆さんは、皆さんのその求める心、上乾く心、それは霊的な上乾きです。肉的なものではありません。皆さんの上乾きは霊的なものです。そしてそれはイエス様に向いています。皆さんの上乾き、神様はご存知です。そして神様は喜ばれます。多くの人は肉を求めてますけど、皆さんはイエス様を求めています。多くの人は快楽を求めてますが、皆さんは霊的な喜びを求めています。皆さんの、それが皆さんの信仰です。アイポンさん、ぼっちさん、太郎さん、おはようございます。そして私たちの信仰はまさにそういうことなんです。私たちは以前は肉を求めてました、欲望を求めてました。しかし今私たちはそうではなくて神を求めているのです。神に植え替えているのです。霊的なもの、神の喜び、神の平安、神の力を求めてます。ちょっとセミがうるさくてちょっと聞こえないかもしれませんね。ちょっとセミのいない方に行きましょうか。私たちは以前は、ある意味ではぼっちで、一人ぼっちで、あ、声が聞こえる。多くの人は一人ぼっちで生きています。アイポンさん、宮本さん、多くの人は人間関係もうまくいきません。なぜ人間関係がうまくいかないんですか？神との関係も人間関係も神の愛が必要です。納豆さん、おはようございます。多くの人は神の愛がないために人間関係もうまくいきません。多くの人は知らないんです。いや、私は友達がいる、家族がいる、私はうまくやっている。見かけはそうかもしれません。見かけはそうかもしれません。本当の人間関係、本当の人間関係は神の愛が必要です。ぼっちさん、韓国のデモの中にフリーハグに行った日本人男性、どう思いますか？いいと思いますよ。いいと思います。皆さん、今はですね、皆さん、SNS はすごく盛んです。SNS 盛んです。しかし、何か足りない。コミュニケーションは取ってるけど、昨日もちょっと話しましたけど、インスタ映えとか、Facebook で、ただ自慢してるだけの感じ、自慢するだけの Facebook、自慢するだけのインスタになってます。それはですね、本当のコミュニケーションではありません。それは、自分というものを、ただ、なんていうか、認めてもらいたいだけのものになってて、本当の、あ、ボックスさん、出生しましたか？アメン、アメン。そうですか、素晴らしい。太郎さん、神の愛こそ信じるに
たる真実だと思います。キーちゃん誰のインスタ見てるの？誰も見てません。誰も見てません。インスタ映えより神様映え、そうですね、インスタ映えよりも神様映えが大事です。神の栄光です。神様の栄光が神様映え。私たちは神の栄光を求めます。ウニさんおはようございます。ユウさんハレリア。いいですか皆さん、多くの人は、いい人間関係を求めようとして SNS をしたり、いろんな人間関係を求めますが、多くの場合は失望します。多くの場合は失望します。なぜですか？それは、本当の人間関係ではないからですね。本当の人間関係ではないからうまくいきません。SNS はうまくいかないですね。そして、私たちはその罪が理由で人間関係がうまくいかないということを理解します。そして私たちはイエス・キリストを信じて初めて神様との関係を学びます。私たちは初めて、イエス・キリストとコミュニケーションを取ることができます。罪が許されるというのはある意味では神様とコミュニケーションが取れるということでしょう。罪というのは神様と断絶している、神様と断絶している、それがですね、神様と断絶している、それが罪と言えるでしょう。皆さん人間もそうでしょう、人間は喧嘩をすると断絶をします。争うと断絶をします。人間関係はいいコミュニケーションが取れません。それは何か関係がないというか、薄い関係というか、義理の関係。会社に行って同僚に挨拶します。しかし退社したらもう、コンタクトを取らないでしょう。学校行ってる間は友達と話をします。でも卒業したらもう関わらなくなる人が多いでしょう。それは本当の関係ではないからですよね。家族もですね、家族でありながら、争ったり断絶したり疎遠になったりすることがあります。それは本当の人間関係ではないからですね。本当の人間関係ではないからです。私たちは、ごめんなさい、ちょっとうまく一つうまくいってないのがあります。雨は止んだでしょうか。ゆかりさんおはようございます。私たちは以前は神を知らず、神様のコミュニケーションが神様とのコミュニケーションがありませんでした、人間ともいいコミュニケーションではありませんでした。そういうわけで、ぼっちが多いわけです。はい、はい、西山さん、じゅんさん、あらら、ちょっとうまくいかないですね。
太郎さん、私は仏教大学なのですが、救われますでしょうか。太郎さんもイエス様を受け入れて、イエス様とコミュニケーションを取れば、救われるということになるでしょう。救いとは何でしょうか。神様と和解してコミュニケーションを取るということですね。神様と和解してコミュニケーションを取る。それが救いと言えるでしょう。罪とは何ですか。罪とは神様と遠く離れ、断絶しているということになるでしょう。人間は生まれつき罪人というのは、神様とコミュニケーションがない、神様と断絶していると言えるでしょう。でも神様はすごく良い方で、神様は私たちとコミュニケーションを取りたいと願っておられます。イエス様は私たちを愛しています。そしてコミュニケーションを取りたいと願っています。太郎さん、昨日万引き消費してしまいました。回数を減らした方がいいですか。いやきっぱりやめましょう。太郎さん、考えてください。万引きって何ですか。万引きっていうのは人のものを盗むことじゃないですか。それは、とんでもないことだと思いませんか。太郎さんがもし自分のものを盗まれたらどう思いますか。太郎さんが自分のものを盗まれても平気ならちょっとおかしいかもしれません。太郎さんは自分のものを盗まれたら怒るけど、人のものは平気で盗むんですか。ちょっと矛盾してませんか。イエス様と神の違い。ケンさん、カネさんでしょうかね。三位一体と言いまして、父なる神とイエス様は一つである。三位一体です。ですから、イエス様と神の違いはあるかもしれません。しかし基本的には三位一体です。神は物質でできているんでしょうか。いいえ、神は霊であると書かれていますね。神は霊である。神は霊であると書かれています。はい、F5 さん。はい、高橋さん、おはようございます。そういうわけで皆さん、今は、ネットのコミュニケーション時代とも言えるでしょう。なぜ私たちは、インターネットを通してコミュニケーションが、簡単にできるようになりました。なぜだか分かりますか。神様は、一応コミュニケーション取れるけど、本当のコミュニケーションではないでしょうということを教えているんです。または、コミュニケーションはとても大事でしょうということを教えているんです。しかし私たちは SNS でいいコミュニケーションを取れません。コミュニケーションを取りたくても何かおかしい、何か足りない。本当のコミュニケーション、それは神の愛によるコミュニケーション、神の愛で愛し合うコミュニケーション。それが本当のコミュニケーションです。それができるためには、どうしてもイエス様が必要。どうしてもイエス様が必要ということになります。ぜひ皆さん、本当のコミュニケーションを知ってほしいと思います。本当のコミュニケーション。はい、クリスチャンとカトリックとプロテスタントですね。いろいろ違いがあります。いろいろ違いがありますけれども、簡単に言えば、古いか、ね、古いか新しいか、
という感じでしょうか。カトリックは古いですね。古いです。しかしプロテスタントでもですね、カリスマ派が新しいです。新しければいいということではもちろんありませんが、古いものは古くなっていきます。神様は新しい生きた信仰、生きた信仰を望まれています。カリスマ派は生きた信仰を求めています。タロさん、昨日は一日中外に出ないで聖書を読みふけてます。聖書を読むことはいいですよ、タロさん。でも悔い改めて万引きをやめて聖書を読みましょう、ね、万引きをしながら聖書を読むのはおかしいでしょ。万引きを悔い改めて、ああごめんなさい、人のものを勝手に盗みました、悪いことを悔い改めてやめて、そして聖書を読みましょう。聖書には悔い改めなさいと書いてあるからですね。はい、今日のタイトルいきます。今日のタイトルは祈りが生きること。祈りが生きることです。どういうことでしょうか。祈りというのはまさに神とのコミュニケーションということですね。祈りがなければ信仰はないとも言えるでしょう。祈りがなければコミュニケーションを取ってないと言えるでしょう。皆さん、家にですね、家族がいて会話もしなかったら変でしょう。もし家に家族がいたら会話をするじゃないですか。それがコミュニケーションですよね。多くの人はイエス様を知らないで神様とコミュニケーションができない、罪の上に神とコミュニケーションができない、神が見えないじゃないか、神はいないじゃないかと言って、神を信じません。しかし果たしてそうでしょうか。神が、いるかいないか見た目で判断してはいけません。私たちは、いろんな経験で神がおられることを体験しています。ぼっちさん、父と話すと必ず喧嘩になっちゃう。ではぼっちさん、まだお父さんを許してないことになります。ぼっちさん、完全にお父さんを許しましょう。完全にお父さんを許して、ね、喧嘩を避けてください。死派を病とあります。死派を病、喧嘩をするということは、許してないことであり敬ってないことになります。まず、ぼっちさんはそこからスタートしましょう。そういうわけで皆さん、祈りというのはですね、コミュニケーション、神様とのコミュニケーションです。ある人は言います。祈りとは、霊的な呼吸だという人がいます。呼吸というのは息を吸うことです。私たちは呼吸しなければ死んでしまいます。酸素が必要です。それと同じように祈りがなければ霊的に死んでしまう。祈りがなければ霊的に死んでしまう。祈りを通して命をもらう、祈りを通して命をもらうとも言ってもいいでしょう。ある人は言います。祈りとは神様との会話、神様との会話と言います。私たちは神と会話ができるんですね。こちらからは祈るけど神の声が聞こえないという方がいます。最初は神の返事がわからないかもしれません。しかしぜひ祈り続けてください。そして、皆さん、まずですね、会話をするときですね、皆さん、人間と会話するときですね、例えば、礼儀に反するような言い方で会話は成立しますか。皆さん、誰かと話すときに乱暴な言い方をしてですね、いい会話できるでしょうか。大抵はですね、乱暴な言い方をしたらその人は離れていくでしょう。礼儀に反するような喋り方をしたらもう会話はストップしてしまうでしょう。それと同じように私たちも、罪を悔い改めてイエス様を信じてこそ神様と会話が成り立つんです。
イエス・キリストを信じなければ神とか会話ができないと言えるでしょう。なぜイエス様を信じなければ会話ができないでしょうか。それは人間が神に対して正しくない、傲慢である、神様に感謝していない、神を認めてない、罪があるならば神とコミュニケーションが取れないということになります。神とコミュニケーションを取るためには罪を許してもらわなければなりません。その罪を許す方法は私たちにはできないんです。私たちは自分の罪を取り除くことはできません。私たちの罪を本当に取り除くことができるのは十字架だけです。十字架によって初めて私たちは、罪がなくなり、神様と和解し、コミュニケーションを取れます。つまり神様に祈れるようになる、神様と会話ができるようになる、神様とコミュニケーションが取れる、それが信仰です。皆さん素晴らしいと思いませんか。神様とコミュニケーションが取れるってすごいことだと思いませんか。素晴らしいことでしょう。それ以上のことはないんじゃないですか。皆さんよく考えてください。神様と会話ができる、神様とコミュニケーションが取れる、誰でもできるんです。誰でもイエス・キリストを信じるならば、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるなら、誰でも神様とコミュニケーションが取れるんです。それは素晴らしいことです。神の教えを登録した会員番号とかあるんですか。命の書に名前が記されますよ。バッシュさん、命の書に名前が記されます。キューちゃんは神と会話したことがあるんですか。いつも祈ります。聖書では絶えず祈りなさいとありますね。絶えず祈るということは絶えず会話をするということです。リュウさん、神は手助けしてくれますか。もちろんですよ。喜んでリュウさんを助けてくれます。カネさん、興味的に聞いてますが質問に答えてもらえますか。いいですよ、どうぞ質問してください。あなたの宗派はプロテスタントのカリスマ派ですね。プロテスタントのカリスマ派。バッシュさん、登録番号は分かりませんが、命の人に名前が記されます。神様は返事してくれません。いいえ、よく待ってくださいね。よく待ってください。神様はいろんな形で返事をしてくれます。ゆかりさん、私もプロテスタントです。そういうわけで誰でも神様とコミュニケーションが取れるんです。誰でも神様とコミュニケーションが取れます。イエス・キリストを信じるならば、罪が十字架によって罪が許され、そして、神様とコミュニケーションが取れるんです。カネさん、福音派とは何ですか。福音派というのは福音主義ですね。福音主義というのは聖書をそのまま信じるということです。聖霊派も福音主義です。聖霊派も福音主義。しかし福音派と聖霊派の違いは、聖霊の働きを今日も認めるということですね。私は聖霊派のカリスマ派ですね。聖霊派のカリスマ派です。真っ黒さん、2000年も争いが止まりません。祈りが足りないのでしょうか。いえ、最後まで争いは止まりません。最後には、この世界を滅ぼされます。罪によって滅ぼされます。ルターは福音派ですか。ルターは福音派です。
キリスト教でも派閥間で争いがありますか。争いはないですけどね、まあ、考え方の違いがあります。具体的な争いはないと思います。ゆかりさん、聖霊様の働きもアメン。だったらゆかりさんは聖霊派でしょう、ね、聖霊様がこの21世紀でも働く、威厳がある、予言がある、癒しがある、それは聖霊派です。富士山に登らないのですか。登りたいですけど、ちょっと体力にね、体力にちょっとあれです。このようなことはどうでもいいのですが、まずあなたの宗派、確認番号、本部の連絡先教えていただけますか。宗派はプロテスタントのカリスマ派です、ね、確認番号はありません。本部の連絡先もありません。あ、ゆかりさん、威厳も与えられた。だったらもう、聖霊派ですよ。聖霊派、聖霊派の一つの特徴は威厳を祈る、威厳を祈るということですね。今おいくつですか。68です。68。はい、話を続けます。祈りというのは神様とのコミュニケーションです。ですから信仰があるなら祈りをするだけです。私は神イエス様を信じます、でも祈りませんと言ったら、じゃあコミュニケーションは、ないことになってしまいます。イエス様を信じるということは、イエス様とコミュニケーションを取るということですね。私たちは祈って感謝します。カネさん、カトリックはどう思いますか。カトリックはですね、どんどん悪くなってますね。悪くなってます。もうですね、他の宗教でも救われる、他の宗教でも救われると言い出しました。もうキリスト教とは言えないでしょう。桜葉さん、威厳だけ難しくてよく分かりません。大丈夫です。桜葉さんもですね、そのうち威厳ができるようになるでしょう。牧師名簿に名前がありません。ですね、牧師会の名簿には名前がありますね。牧師会の名簿、あとね、キリスト教年間とか、それからキリストキリスト教情報ブック、クリスチャン情報ブックかな、クリスチャン情報ブック、またキリスト教年間に名前がありますので調べてください。両方とも、名前があります。教会の名前もあります。真澄さん、おはようございます。はい、祈りというのはですね、義務とか機械的に仕方なく祈るとか、何か事務的に祈るとか、同じ言葉を繰り返し、カトリックではね、定型の祈りっていうのがあって、決まった祈りを祈ります。プロテスタントではそうではありません。プロテスタントでは自由祈祷と言います。つまり決まった祈りをしないということですね。で、人間もそうですよ。皆さん、人間の会話がですね、決まった会話だったらおかしいでしょ。人間の会話も、その時その時の自由が必要です。同じいつも同じ会話だったら何かそれはおかしいでしょ。神様には自由に祈る、自由に祈る祈りが必要だと思います。世界宗教者会議って知ってますか。知ってますよ。名前があるとしても活動内容において違反がありませんか。いや、特別ないと思います。
そういうわけで皆さん、祈りというのは、神様とのコミュニケーションですから、皆さん、誰かと、ね、誰かと、この携帯で話をしたり、また SNS は楽しいでしょう。いろいろコミュニケーションは楽しいじゃないですか。いろんな会話ができます。だとすれば神様との会話はとてもとても楽しいのです。つまり祈りというのは本来は楽しいのです、ね、考えてみてください。イエス様と話ができるんですよ。こんな素晴らしいことはないのです。皆さん、もっともっとイエス様と話をしたい、イエス様と祈りたいと思ってほしいと思います。そして、桜庭さん、祈りは楽しいです。アメン。そしてまず私たちはイエス様と正しい関係が必要です。もし私たちが神様に対して傲慢であったり、正しくなければ、祈れないでしょう。神様と正しい関係、それは罪を悔い改めて感謝をすること。私たちは感謝を持って、正しい心を持って祈るべきです。もっともっと感謝をしたい、イエス様に、感謝をしたい、イエス様に良い会話をしたい、文句を言いながら、文句を言って祈ってもそれは神様喜ばないでしょう、ね、疑って、神様を疑ったらイエス様は喜ばないでしょう。私たちはいつも良い心、感謝を持って祈るべきです。そして、本当に神様の素晴らしさを、褒めたたえるのです。カネさん、多神教のことが寛容的で異教徒も受け入れられ、平和的と思いませんか。一見平和的です。人間的に見ると平和的です。でもイエス様は何て言いましたか。イエス様は、私を通してなければ誰も父のもとに行くことはできない、人間的に考えないでください。イエス様がおっしゃったのは、罪があってはダメだよということですね。お子さんたちを小学校に行かせないのは法律違反ではないですか。ちゃんと教育委員会と話しましたね。教育委員会と話をして、手続きをしましたから大丈夫ですよ。仕事行かないですか。これが仕事ですね。お金になることが仕事ではないんです。神様の仕事、それが本当の仕事です。多くの人はお金の仕事しかしないんですね。それは間違いです。私たちは神の仕事をするべきです。お金になるかならないかは別です。お金にならないから神の仕事をしないのではなく、神様が報いをくださいますから、大事なのは、神の仕事をすることが大事です。ぼっちさん、 YouTube ライブはその公園でも悪いの。そうなんですよ。この公園で、ね、YouTube はちょっと調子が悪いです。バッシュさん、布教内容においてあなた指摘指導されてますよね。いえいえ、牧師会でそういうことはありません。牧師会でですね、そういう指摘とか指導はないんですね。太郎さん、義務教育を受けないと集団行動ができなくなったり、人の痛みを感じなくなったりしませんか。逆ですよ、逆。イエス様の教えで初めて神の愛を持って、初めて人間関係ができるんですね。神の愛がなければ人間関係はうまくいかないんです。
こなんですよ。ムスリム、プロテスタントなどが対するの。カトリックの方が寛容がある。イエス様はですね、イエス様は寛容な方ですね。イエス様は寛容な方。大事なのはですね、本当の寛容。本当の寛容は人に対する寛容です。考え方に関しては寛容であってはいけません。例えば万引きすることを寛容でいいんですか？ダメでしょ。殺人を寛容でいいんですか？いいえ。殺人も万引きも寛容ではいけません。罪に関しては、厳しくしなければなりません。でも人に対しては寛容になりましょう。カトリックが寛容なのは、間違った考え方に寛容であるということ。一見寛容に見えますけど間違っているということですね。イエス様はいろんな手話が生まれることを望まれていたのでしょうか。いいえ、イエス様は真理を知ってほしいのです。真理を知ってほしいのです。イエスは寛容ならばムスリムを寛容にしては、カネさん、悪魔に寛容でいいんですか？悪魔に寛容であってはいけません。私たちは人には寛容にならなきゃいけませんが、悪魔の考え方、悪魔の嘘には寛容であってはいけないんですね。タマさん、人を支配するために作った宗教。逆ですね。逆です。悪魔が人を支配しているんですね。悪魔が人を支配しています。はい、それではですね、まとめようにしましょう。祈りというのは、本当に信仰生活で一番大事です。イエス様とコミュニケーションを取る。イエス様はおっしゃいました。私はあなたを知らない。出て行け。イエス様は、多くの人に私はあなたを知らない、出て行けと言いました。それはどういうことですか？イエス様とコミュニケーションを取っていないということですね。父の御心を行わなければ、神様とコミュニケーションを取れないということです。私たちは、神と良いコミュニケーションを取る必要があります。いつも感謝して、いつも喜ぶ。イエス・キリストは喜び、イエス様の教えに従う。そうすればイエス様と良い関係が持てます。そしてイエス様と良いコミュニケーションが取れるならば、人間に対しても良いコミュニケーションが取れます。イエス様とコミュニケーションを取れなければ、決して人間関係もうまくいかないんです。そのことを理解しましょう。結婚してるんですか？結婚してます。マサさん、おはようございます。太郎さん、牧師になるにはやっぱり神学部とか神学校出なくてはならないんでしょうか？聖書のテモテ一章にその牧師の要件があります。学歴ではなく中身ですね。中身が大事です。ヒットさん、息子は学校に行きません。このままでは中学中退です。どうすればいいですか？ホームスクールかチャイススクールがいいと思いますよ。私はチャイススクールやってますが、むしろ公立学校は行かない方がいいと思います。ホームスクール、チャイススクールをするといいと思います。イエス様の教えを教えることが教育です。ヒットさん、せっかくイエス様を学んでるなら、ヒットさんが、イエス様の教えを教えたらいいと思いますよ。はい、それではちょっと明かしタイムなかったですね。
それじゃあ、ぜひ皆さんが、私は人間関係がうまくいかない、人間関係がうまくいかない、コミュニケーションがうまくいかない、コミュ障である、それはイエス様とのコミュニケーションがないからです。イエス様を信じて人間とコミュニケーションを取りたい、良いコミュニケーションを取りたい方、アメンと言ってください。イエス様を信じて。在籍確認、在籍確認は牧師会に問い合わせてください。東京リバイバルという牧師会があります。東京リバイバルという牧師会に問い合わせしてください。私の在籍が確認ができるでしょう。また日本リバイバル同盟、日本リバイバル同盟という団体に問い合わせください。私の名前が確認できるでしょう。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、カレンさん、いいですよ、全然構いませんよ、どんどん聞いてください。リバイバルミッションではないですね、東京リバイバル、リバイバルミッションはまた違う団体ですね。東京リバイバルという牧師会がありますね。聖書は持ってるんですか？持ってますよ、聖書は持ってます。他の宗教否定ですか？イエス様が何と言ってるかですね。イエス様が否定してるなら私たちも否定します。私たちが否定するのではありません。神様が他宗教を否定しているのです。聖書が他宗教を否定しているんですから、それは神様に従うべきです。聖書って一冊だけだったりするんですか？いえいえ、何十冊持ってます、何十冊持ってます。カネさん、聖書に言うと、聖書は異教は、ね、悪いと書いてあります。聖書にね、異教は悪いって書いてあるんですから、私たちは聖書に従います。私が言ってるんじゃないですよ、聖書が言ってるんですよ。異教は悪い、ね、偶像崇拝は悪いと聖書が言ってるんです。ピーチクさん、子供9人いますよ、子供が9人、孫が5人ですね、孫5人。天のお父様、感謝します。私たちは以前は孤独でした。人間関係がうまくいきませんでした。孤独で寂しくて人とうまくいきません。それは罪だということを知らずに、罪だということを知らずに、私たちは寂しく生きていました。しかし、イエス様に、導かれ、イエス様を信じ、神様と和解し、イエス様とコミュニケーションを取れるようになりました。それが私たちの命です、呼吸です。イエス様に感謝します。あなたがおられること、あなたとコミュニケーションが取れることは素晴らしいことです。主よ、私たちはそのイエス様との関係、イエス様との信頼関係を一番にします。あなたを信じることを一番にします。それ以上のことはありません。それ以上のことはありません。この世のこと、金銭的なこと、人間関係よりもあなたとの関係を一番にします。あなたとの関係を一番にします。どうぞイエス様、どうぞイエス様、あなたを一番にしてありますから、今アーメンと言った方々が、あなたと良い関係を持てますように、あなたと良い関係を持てますように、助けてください。イエス様お願いします。あなたと良い関係を持てますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、ありがとうございました。今晩はですね、また聖書についてですね、昨日の続きをします。それでは皆さん、良い一日を。シャローム、シャローム、良い一日を。シャローム。イエス様といい祈りをしてくださいね。絶えず祈ってください、絶えず祈ってください。シャローム、シャローム、シャローム。